ザンバランの藤山が届きました。これからちょっと開けます。イタリア製の、登山靴で、かなり歴史のある登山靴です。ヌバックレザーを使ってます。これから、ワックス仕上げ3回塗り加工を施していきたいと思います。ザンバランの藤山の、ワックス仕上げ3回塗り加工の、2回目が完了しました。だいぶ、光沢感も出てきて、最初の風合いとはもう全く別物のような感じに仕上がっています。このワックス仕上げ3回塗り加工を施すことで、この、ザンバランですねの、皮の表面がツルツルになり、で、岩とかいろんなものでこう擦れたりとかして傷つくんですけども、傷がつきにくい状態になっています。このザンバランの藤山はですね、結構こう長年、長い人で10年以上履いている方もいらっしゃるんですが、長くこう愛用できる登山靴ですので、このワックス仕上げ3回塗り加工を施した後も、しっかりと、お手入れをしていただきたいなと思います。これザンバラン藤山の、ワックス仕上げ3回塗り加工が完了しました。こちらは、お客様からお預かりして、当店でワックス仕上げ3回塗り加工を施した登山靴です。最初の状態とはもう全く別物の靴のような、感じで、表面がツルツルで、輝いています。このワックス仕上げ3回塗り加工は、この藤山に限らずですね、登山靴、レザーの登山靴を購入されたらなるべく早くですね、この状態にして、それからこう末長く履いていただきたいんですが、このワックスを塗ることでですね、この皮の表面がツルツルになって、水を弾くのもそうなんですけども、岩とかで擦った時の深い傷ですね、こう破れるような深い傷がつくのも、若干防ぐという、皮の表面をこう強くする効果もあります。そして、雑菌類ですね、カビ菌を含む、泥などに含まれる雑菌が侵入を防いで、皮の劣化も遅くすることができます。この藤山はですね、非常にこう愛好者が多くて、かなりクラシックな、スタイルを保った登山靴なんですが、長い人でもう10年以上履いていらっしゃる方もいらっしゃいます。で、それはですね、あくまでこの最初にワックスを施して、後のお手入れも定期的にですね、ワックスをこう塗っていただいて、しっかりとお手入れをしていただければ、10年以上十分こう履いて楽しんでいただける登山靴ですので、しっかりと、ワックスを塗って履いてください。この、ザンバラの藤山もですね、このワックス仕上げ3回塗り加工は当店でも、受けたまることができるんですけども、フルセットですね、ワックス仕上げ用のフルセットを購入いただければ、そのワックス仕上げ3回分のお手入れのマニュアルがついてます。それと、3回分ですね、僕が解説して、実際にこう解説しながら塗っている、動画も、フルバージョンでご覧いただくことができますので、ぜひですね、そちらも、ご覧いただいて、しっかりとワックス仕上げ3回塗り加工自分でも、できますのでチャレンジしてみてください。ちょっと自信ないなという方は、当店にご依頼いただければ、そのままですね、購入されたまま送っていただければ、この状態にして、大体2週間ぐらい 日にちいただきますが、この状態にして、しっかりワックスを塗り込んだ状態でお返ししますので、ここからですね、履くようにしていただければなと思います。ただ、普段のお手入れというのは必ず必要になってきますので、必ずそのマニュアルを見ながら、お手入れも